北西端の茶色の部分がガスコインガスコイン地域はオーストラリア、西オーストラリア州を9つに分けた地域区分のうちの一つ。同州北西部に位置し、西岸でインド洋に面し、北東をピルバラ、南東を中西部地域に接する。面積137,938、経平方メートル、人口約1万人。ヨーロッパ人に発見されるより以前は、 数千年にわたって、アボリジニがこの地に居住、生活していた。1616 16年に、オランダ人ダーク・ハートグがこの地に上陸し、以降ウィレム・ジャンス、ウィリアム・ダン・ピア、ニコラ・ボーダン、フィリップ・キングなどが訪れた。1839年に、ジョージ・グレイがこの地域を探検し、ガスコイン川などを発見、命名した。1850年代には、シャーク湾が、 オーストラリア最初の真珠採取の地となった。1858年にフランシス・グリコリーの探検によって優れた牧草地として知られだし、1860年代には入植が始まった。1883年カナーボンの町が設けられた。ガスコインは砂漠気候に属し、都市を通じて暖かく乾燥している。平均最高気温は7月に。 約摂氏22度、1月には摂氏35度前後まで上昇する。年間の3020日ほどは晴天で、降雨は少なく、また長続きしない。平均降水量はわずか200ミリメートルほどであり、その大半はサイクロンの影響によってもたらされる。このような乾燥した気候のため、低木混じりの草原が広がっている。ガスコインの経済活動は様々なものであるが、 観光業が主要産業となっている。温暖で、晴天に恵まれた気候と、ニンガルーリーフや世界遺産でもある、シャークベイの珊瑚礁を中心とした、美しい海が、その主要因である。牧畜も重要な産業であり、この地域の土地の84%が、牧草地として使用されている。工業生産も豊富であり、石膏が主なものである。生演も行われている。 ガスコイン地域は、下記の地方自治体によって構成される。ありがとうございます。